どうもジェイスナビゲーターのはるかです。浜川はるかと申します。今東京に住んでいます。大学院修士1年建築専攻です。よろしくお願いします。普段は学生をやっていますので、課題やったり、学校行ったり授業行ったりそういったことをやっています。で、出身は京都なので京都出身です。で、ハーフインドネシアです。お母さんがインドネシア人 と、お父さんが日本人で、生まれ京都と、インドネシアにも住んだことがあるので、インドネシアには8年間住んだことがあって、で今23歳なんで、まあ、半分以上は日本に過ごしていました。お母さんがインドネシア人とお父さんが日本人なんで、一つお母さんにずっと今まで言われたことは、インドネシアの文化と日本の文化を見比べてどっちがいいのか、どっちが人生、成長できるのか、そういうのをちょっと見て比べていいものだけを取ってって言われたん で今もそれをやっています。きっかけは、まず私がインドネシアに住んでた時は、その友達が日本好き でそのジャパニーズステーションっていうサイトを知ってて、それでナビゲーターがあるっていうのを情報がありました。でそれでやってみたらどうなんって言われて、でもその当時は私はそんなに、なんて言うんですかね、おしゃべり上手ではなかったんですけど、ちょっとまだいいかなって思って、でそれで5年経って初めて今年にちょっとやりたいかなと思って、今年から。でそれで、まあ主に目的としては、その日本の文化を分かりやすくインドネシア人に伝えたいなと思って、で何か今までその皆さんが見ているアニメとかドラマとかそういった漫画とか見て、日本ってそういう世界だけではなくって違う日本を見てほしいかなと思います。まあそれが目的かな。